東広島市立の三尾小学校は、広島県東広島市黒瀬町の三尾にある市立、小学校。東広島市の南西部にある。高区には黒瀬川が流れており、周囲には緑豊かな田園風景が広がっている。高区は南北に4トル東西に1 2トルと細長く、 広島県道333号岡郷東市の道線に沿っている。旧の美濃小学校跡地は、そのほぼ中央に位置していた。校区内からの交通アクセスに都合が良く、旧の美濃小学校の敷地内には、公民館、のみび保育所が併設されており、旧黒瀬町の東京の三吉所が隣接していた。道県道は、福音4メートルと狭く、 交通量の増加に伴い、通学路の安全性への懸念が生じていた。山陽新幹線秋トンネルの残土処分場が、旧のみの小学校跡地の近隣に設けられたことから、昭和47年から昭和49年にかけて、仮設の通学路が設けられた。仮設通学路は、トンネル工事の終了に伴い廃止されたため、通学路の安全性への懸念が再浮上することとなった。 校舎の老朽化と通学路の安全性の検知から、昭和50年代半ばには、建て替えが検討されることとなった。旧の美濃小学校跡地は、校庭が40メートル四方と強小であることに加え、敷地内の他施設と、近隣民家に囲まれているため、建て替えは困難であるとして移転が検討された。移転先、候補地はいずれも、校区の端部に位置していたため、 地区間の綱引き合戦に発展し、航空の分割案も出たが、広島国際大学の予定地に近く、整備が進んでいた広島県道34号、矢野安浦線に近いこともあり、現在地が選定された。旧のみ濃小学校跡地では、公民館を建て替えた、飲み能触れ合い館との身を保育所が、敷地内で新築移転し、現在に至っている。 球体育館は解体されずに、残地されているが、特に活用はされていない。ありがとうございます。